日本の寿司とカリフォルニアの寿司が違うかみたいな、うん、まあまあもちろんそのものあるもの人が日本のジャズもさジャズなんでしょ、まあ、日本のジャズって一括りにするのも、うん、難しい、まあ、くくるなよって多分言ってる人もいらっしゃると思う、うんうん、まあ、そうだ、まあ、それ自由に突っ込んでいただいていいんですけど、うん、そうなんかだからまあだから全体のねじゃ日本っぽいジャズとかアメリカっぽいジャズ、うん、まあアメリカっぽいジャズってのはその本当のジャズってことだと思うけど、うん、それは違うです。だからイギリスだって違うと思ったし、うんうん、ロンドンとか行った時、うんうん、やっぱりその文化が人を作ってるし、うん、その人たちの性格が音楽とか音を作るから。じゃあちょっと質問変えるとさ、はい、そのアメリカのニューヨークでやったジャズ、うんはい、まあアメリカのジャズってちょっと大きすぎるから、うん、ニューヨークでやったジャズと、うんうんはい、例えば東京でやってるジャズってあるじゃない、うんはい、で違うじゃない。違うでどっちがその好きなの、うん、好きで言ったらやっぱり本物の本物はどっちかって言ったらやっぱりニューヨークだから。あそれは本物の発祥の地に近いってことね、うん、そう近いから、うんまあ、だけどもニューヨークに行く前の、うん、それを知る前は、うん、いや日本の方がいいなって思った時もところもある。あなるほどね、うん、やっぱり日本のなんかジャズの方が分かりやすいとか感じやすいと思う、うん、それは当然なんでやっぱり自分が理解しやすいキャラクターの人がたちがやってるけど、うんうんうんまあ、ニューヨークとか行くと全く違う文化でずっと普通にいる人が、うんうん、遠い人たちがやるから、うん、やっぱり分かりづらいし、うん、それがかっこいいかどうかっていうまず最初分からないから、うん、ねあれおかし、うん、なんか受け入れづらいっていうことが、うんうん、間違ってるとまでは言えないけど、うん、そういうふうにもしやっぱ感じたところもあるから、うんなんかこう素人目でさ、うん、あの聞いてるとね、うんまあまあ、ぶっちゃけそんなに詳しくないからさ、はい、わかんないんだけどこう原曲があるじゃん、はい、CD に入ってる原曲みたいなさでそれ聞いてるとさこうプワッと終わってくじゃないきちんと、うんね、CD ねそう CD だとね録音音源だとねだけどノリの演奏聞いてるとさ、うん、全然こう途中違ってくるじゃない。あそれどうなるかわかんないところはそう あれがやっぱり何ジャズの醍醐味そういうのもあるね。もちろんジャズってもまあいろんなスタイルが日本はどっちかっていうとまあそのそあるじゃないそうそういや日本のまあこれも一括りにしたら怒られるっていうのを正直で言わせてもらうとそうまあ日本のなんかステレオティピカルな、うん、あの性格、うん、やっぱり型が好きっていうところあると思う、ね、結構型があるものもある、うん、伝統とか安心なのかな、うん、だからそのまあちゃんと曲が分かって、うんで中のアドリブもあんまりそう、ね、あの遠いところに行かれるとやっぱり分かりづらいっていうかそれで、まあ、メロディーのちょっと崩した延長だから、まあ、メロディーが分かりやすい、はいはいはい、いつも、はい、でちゃんとエンディングがあって、うん、だからまあ演奏する人もそういうのを求めてる人が少なくないし、うんあそうまあ、歌の人もイントロはこういう感じ、はい、これやってワンコーラス、うん歌ったらワンコラスね、うんうんうん、じゃあトロンボーンをやってください、うん、そしたら合図ちゃんとしてくださいよって言ってで例えばどうぞっつって、ね、歌ってエンディングはその何小節です、これっていうだからもう全部決まってるわけで、うんうん、だからそういうのが好きだっていうところはある、うん、好きだっていうか快適っていうか安心っていうか予定調和的な予定がある、うんうん、そしてなんかほら間違いとかハプニングっていうのは嫌いとかナーバスになっちゃうっていうやっぱ性格持ってるわけで例えばあの予定通りに終わらない5時に終わるって言ったら5時に終わるちょっと5時3分になっちゃったらどうしようとか怒られちゃうとかいろいろ大問題電車がちょっと遅れて、まあ、最近は日本も電車遅れるけど昔20年前とかだったら1分遅れただけでも大騒ぎになるっていうそれがやっぱり音楽にもやっぱ同じような人たちがやれば国民性ってことあると俺は感じてるけど、なるほどね、だそういうその積み重ねで突然じゃあ楽器持っただけ別にならないそうだね。そうでしょ。そうだね。全く変わるってそんな変身してないね。全く違う自分にならないから。ならないね。やっぱり自分の普段の生きてるとか育ってきた方ってだから逆に言ったらアメリカのそういう環境っていうのは、うん、そういう風に育ってから音もそういう風になるわけです。でその不安っていうかさ、うん、こう予定不調和みたいなのをさ演出するっていうか、まあ、そこでこうキャッチボールじゃないんだけどさ、うん、そうそうやるじゃない、うん、ドラムとピアノみたいなさ、うん、オラオラオラみたいな、うん、あれってさこう見てる方はさ、うん、こう不安になっちゃダメなのあれは逆に楽しんだ方がいいんじゃないの楽しんだ方がいい いや別にまあそれ自由で
スポーツ見ててもドキドキして不安になったり怖くなったり余裕で楽しんでる人もいるし、同じだからそれは別になんかこうハラハラドキドキみたいなのがさ、あるじゃない、ジャズノリのステージには特にあるじゃない、まあだからそれはね好みの問題で、まあ、それが嫌いだっていう人にそれをね好きになれるっていうのも変だし、予定調和の人たちからしたらすげえ嫌だろう、そうそう嫌だし、だからそういうなんか思考が強いプレイヤーからはもちろん嫌がられると思う、だからこうやってキャッチボールしたら急に違うところにかちゃんとちゃんと見てなきゃぶつかるぞって、そうだね、まあ、それちゃんと言ってくれないじゃん、ちゃんと勝手なことされたら困りますよ、見ててお目が悪いんだよ、アメリカ的に言えばそれ何が起こるか分かんない、だから僕は槍が飛んでくることもあれば急に雪が、ね、大雪になることもあるし、だから本当もう車の運転とかも似てるんだけど、あのルール通り、まあ、これも話そうと思ってるけどそのうち、まあ、ルールを守ってればある程度の安全が保障されるのが日本だとしたら、あのアメリカはルール守ってても安全は保障されない、だからやっぱり自分で自己責任、自分の身を守れと、うん、破っても逆にいいけど、なるほどね、でもルールを守ってるからっつって大丈夫だと思うなよみたいな感じが、うんうんうん、だからもうウィンカーなしでもう真横からグワーって自分の車の前を横切るとき常にブレーキを踏める、 ようにね、ね、そうじゃないと事故っちゃうっていう、だから360度どこに車がどれくらい近くにいて誰がもういきなり突っ込んでくるかもしれない、逃げるスペースがどこにあるかっていうのがアメリカンスタイル、そうさ、じゃあ演奏自分で演奏してるときに、うん、なんかとんでもないことをドラムがやってきたとかさ、はい、ベースがやってきたとかさ、はい、仕掛けてくることがあるわけ、突然やめちゃうとか、ああやっぱり日本だったらある、ある演奏中も、うん、だから全然こういうふうに言ってたの全然違うことをやり始めたとかあるから、うん、まあ比べればね、うん、あのまあ限度問題はあるにしても、うんうんうん、その日本の傾向と比べたらやっぱ全然あるから、うん、遊んじゃうんだそこで、遊んじゃう、特にだから最近というかコンテンポラリーな、うん、もう古典的なスタイルだったらさすがにそのアメリカのジャズってもそうだ、ね、もうちょっとその形式的な、うん、はっきり分かりやすいところあるけど、うんうん、やっぱりそうコンテンポラリーなんだったら今の人たちがやってるんだったらやっぱりもっと自由っていうか、だけどまあ自由って言ってもその伝統を踏まえての自由じゃないとまたいけないと思うから、それはだから永遠に難しいっていうか答えはね、でもじゃあ伝統のまあ形式を求める、じゃあこういうジャズのサウンドが好きです、そういうじゃあ50年代とか40年代とかで、それでそれを再現しようと、そういうフレーズを僕は弾きたい、こういう風なじゃあ流れ、もうこうなるとやっぱりそれは形式を追い求めてるから、でもじゃあその当時の人たちはそういうマインドではやってなくて、一番やっぱり最先端のことを攻め込んでやって、ね、やった結果が当時あれだったんでしょ、そうそうだから今勝手に古典とかって言ってるだけで、うん、なるほど、でもそれを古典をやるって言ったらもう違うマインドになっちゃうから、うん、まあ、表面的には似たサウンドでやったところで違う別物になるわけ、あ、そういうことか、そうそう、だから彼らがじゃあその歴史上の人たちが今、うん、そういう風な、あ、なんかジャズをやろうと思っても、うん、まあ同じ表面的にも同じにはならないと思うんですよ、でチャーリー・パーカーとか、うん、ジミー・スミスとオルガン奏者とか、うん、今じゃやったら全く同じってことはやっぱりないと思うんだね、なるほどね、生きてる時代も違うし、うん、あの影響を受ける文化とかいろいろ違うし、うんうんうん、クラシックもそうじゃん、もう昔の古典って、うん、まあある意味まあ本当にね深く追求したらね、あの楽しんだら違うかもしれないけど、うん、やっぱちょっと眠くなっちゃったりとか、うん、あまりにもシンプルすぎて刺激がちょっと弱く感じるっていうか、まあそういうのもあるから、やっぱりその時にはでもそれがすごくあ、そうだね、だからクラシック、まあ僕がクラシックやってたわけじゃないけど、そのなんていうの、こう作者が書いた通りのこう一音一音をこうなぜここなのかっていうのをきちんと理解してその通りに行くっていうのがまず一番最初に求められる、まあ、基本は美しさじゃない、そうだね、まあまあ再現っていうか再現だよね、再現性の高さっていうのを求められるじゃない、うん、求める、うん、まず台本っていうのがものすごいあの大きいガチガチだもんね、あれを締めるっていうか、うんうんうん、まあ、台本を適当にやるんだったらもう意味がないっていうのはやっぱりクラシック、まあ解釈とかいろいろ解釈とか細かいところはあるけど、うん、でも大まかにはやっぱまず作品がでかいから、うん、ベートーベンって言ったら、うん、あの半分ぐらいじゃなくて もっとでかいでかいよね、うん、だもう100人いたら100人が誰が弾いてもその曲だって分かる、まあ、分からないなんてことはありえない、ありえない、ね、だけどさ、でテンポが倍ぐらい速いってこともないし、ないよね、ちょっとここは音を変えちゃうってこともないから、まあまあ、ね、あの棒振ってる人のあれで変わるのかもしれないけど、うんうん、そうそう、でもそのジャズみたいな、ジャズの場合逆にもう曲よりその演奏者がどうやるっていうのがノリ、うん、このなんか
枯葉って曲を聴きに行きたいっていう感じじゃないから、なるほどね、まあそういうのもないとは言わないけど、あるかもしれないけど、でもビッグバンドとかさ、うん、そういうのって結構そっちの傾向が強いじゃない、ちょっと作品とかアレンジを聴かせるっていう、それももちろんジャズでもあるでしょうけど、でもやってるとか追い求めてるのはどっちかっていうと、うんうん、その、まあ、ラップだったり、はい、そのなんていう出たとこ勝負じゃないけどさ、その相手が何言ってきたかみたいな、まあ、フリースタイルみたいな、そうそうそう、まあラップがどうかわかんないけど、俺もわかんないけど、ラップって結構なんか決まってるかなと思うけど、わかんない、うん、いろんなラップがあるのかもしれない、まあでもほらラップバトルみたいな、あそうか、あそうか、お互いにこうやり合ったりするじゃん、それはそうなんだろうね、多分、うん、だからなんかあのイメージがすごい強いよね、だからその場のやっぱり会話だから、うん、まあ今もこれ台本ないくて喋ってるけど、うんうんうん、これがただこれなんかフレーズをとか、ここでこういうことを大体テイク2で同じことやってくれって言われてとか、うん、つまんなくなっちゃうし、なるほど、ね、その生の感じがなくなって、うん、だからそれは俺のとってっていうか、まあ、ジャズの面白いところっていうのはやっぱり、うん、そのワンチャンみたいな、ね、その時の感じたことで会話を弾む面白さっていうのもあるから、うん、ジャズの中にもちろんね、アレンジを聴かせるとかそういうのもあるだろうけども、なるほど、でまあ割と今コンテンポラリーなジャズだとやっぱり何が起こるか分からない、うん、自由なのよ、うん、だからその代わり自由に行くってことは、まあ、伝統の理解とかも深くないと、うん、ちょっとやっぱデタラメとかただのなんかなるほど、ね、自分よがりになっちゃう、だからそれはじゃあそこを伝統を求めるだけで一生やるかって言ったら、あまあそれは人それそれやりたい人は、まあ、職人芸ってね、まあ、いくらでもキリはないし、それだけやったっていつまで経っても終わらないわけ、うん、その勉強ははいもう、うん、伝統はマスターしましたって日は来ないから、なるほど、だけどそれだけだからやってるのがいいのか、うん、でもじゃあそれを無視して好き勝手やる、うん、もう、うん、ジャズにもなんないっていう、うん、だからまあそんなところですかね、うん。